VR 会議で遠隔でもリッチなシナモンが KDDI のファンドから2.4億円を調達熱量は空気感が伝わる VR 会議シナモンは XR 領域におけるプロダクトの研究開発をしている VR 会議とテレビ会議の違いというのは VR の場合はそもそも専用の端末を準備しなくてはならなくてパソコンがあればすぐに始められるんですけども VR の場合は 始めるままでのの、ね、サイズ上のハードルが高いと言えます。しかし空気中にペンで絵を描くというような現実を超えた VR ならではの体験もできるということですテレビ会議とリアルな会議の間に新しいレイヤーが加わるようなイメージどれが一番優れているかということじゃなく VR でしかできないコミュニケーションを実現することで新しい選択肢を提供していきたいとのことです今後シナモンでは KDDI と連携を取りながら進めていくとのことです あくまで XR という技術を使ってどのように世の中に新しい価値を提供できるかということに焦点を当てているということですね。